はい、どうも。皆さんご存知だと思いますけれども、ロッテのチョコパイっていうのあるじゃないですか。で、あれ、まあ私も小さい頃に食べて、久々に最近買うてみたんですよね。さあ、ということでね、本日も始まりました、クッキングシミュレーターの第8回目でしょうか。結構続いてまいりましたですね。まあ、冒頭ちょっと意味わからないなっていう感じだったと思うんですけど、いや違うんです。本当はね、話があった、話というか、チョコパイっていう名前じゃないですか。でもあれパイじゃねえなって、俺は思ったわけですよ。どう考えてもそれパイじゃねえなって。で、横を見てみたの。チョコパイの詳細みたいなやつ、横を見てみたの。じゃあチョコレートケーキって書いてたんで、じゃあもうパイじゃねえよねっていう。そういう話を俺はしようかなと思って、あこで切っても逆に面白いかなっていうことで、まあ面白くなかったんですけれども、本日もねやっていきたいと思います。で、本日はですね、ちょっと冒頭の部分からいきなりスバッと飛ばしたいというか、やりたいこともいっぱいというか、ちょっと1個あるので、まずねストーリーでやってるところ、前回星2つまで行ってぐっちゃぐちゃに、まあ、もう思いっきり腹立ったんで、もうあのまんまもう私はそのまま気持ちを感情をぶつけましたけれども、ただそれでちょっと星2つのままで終わってしまった。だから今回はまず星3つにすると、そっからまず行きたいなと思います。では早速ではございますけれども、こんな画面になっております。これはですね、前回の続きというわけではなくてですね、24日目っていうの行けなかったんで、最初からまたプレイして、で、星を貯めていくという過程でございます。まあアンロックレシピなんていうのがあるので、どうしようかな。じゃあまあこれにしときましょうかね。で、なんと日にちはデイ6、6日目でございます。この6日目になんと私すでに星2つ、星3つに王手をかけているという状況なんですね。ここをね、ご覧いただければわかるかなと思うんですけれども、すでにこのね、まあ、完全に5色ですけれども、ランクがもう星3つになってますよみたいになってますね。まあ、もうこれが近いということを表しているかというふうに思います。またアベレージのミールレーティング、だから料理のね、星のアベレージですよね。それがもう星4つを大幅に超える、星5つに近いっていうね、これだけのことがまあ一応できるっていうことですよね。でレシピこそ少ないものの、アップグレードするレシピっていうのも実はあってですね、今までは私こう新しいレシピをここからバン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 取っていってましたよね。取っていってたんですけど、実はねこの既存のレシピをアップグレードするということができるっていうことなんですね。でこれをすることによって、これしたものなんですけど、ちょっとひと手間加えなきゃならないんだけども、ひと手間加えることによってさらなるまあ収入とか、さらなる評価とかポイントとか、そういうのをもらえるようになるっていうことみたいなんで、でこれに関してはもう 2グレードっていうかな、2段階しかないけど、例えばこれやったら3段階あったりとかしてアップグレードしていけるよみたいなことが書いてあるんですけど、まあ、これとかやったらひと手間ね、クソちっちゃいキャベツをなんか半分にさらにクソちっちゃして、でなんかオリーブオイルとか醤油とかかけてなんか焼いてみたいな、まあ、しょうもないひと手間かけるんですけど、まあ、そういうのとかねがあるよっていうことなんですね。でもう少しで本当に星3つに行けると思うので、今回とにかくね、まあ、こうやって貯めたりしてるんですよ。実はこうやってこれスープをこう食べることによってね、すぐ出せるでしょ。スープなんてすぐ出せますし、あとレシピも変に多くしてないので、その点で言うと、もう星もね、これ1個作れば、1個いいの作ればもうずっと星5つのねままってことになりますから、そういう風なことをしていてね、とにかくまず星3つにしてしまいましょう。まあ、そういえばね、先日というか昨日なんですかね、一応ね、これ動画投稿されてる日からすると、まあ、めでたくチャンネル登録者数が26万人を迎えましたということで、まあ、これ本当ひとえにね、冗談でも何でもなく皆様のおかげだなというふうに思って感謝しているところなんですけれどもね、本当ありがとうございます。まあ、それでね、私も、まあ、それは嬉しいわけですよ。一応私もね、チャンネル登録者数気にしてないとは言えね、やはりそれはなりに嬉しいわけなんですけれども、ツイッターのダイレクトメールで、こんなダイレクトメールも届いたんですね。バイバイ、26万人おめでとう。いつ飲みに行く？来週の水曜日でいい？っていうね。本当に。思わずこれを見たときは本当にバカだなこいつはと思いましたですね、私は。っていうか、それで言うと、前回私動画の最初にパラガスって私が呼んでるレシピあるじゃないですか、あれを実際作ってみましたみたいな人いましたよね。でそれを紹介したじゃないですか。それにこうするように、そのレアやったらっていうことで、まあ来たわけですよ、ダイレクトメールがね。で今回私が作ったんじゃないと、これ俺が作ったんじゃねえんだと、これは俺の親が作ったやつ、おかんが作ってきょったんやって言って、見てくれって言って送られてきた写真がこちらです。非常になんというか、非常に完成度が低いというか、完成度は逆に高いというか、いやでもな、極めつけは
僕の左手もじゃあ載せときますって言って、こんな写真送られてきてなんなんこれ、まずどこなん、どこかわからんし、何しようとしてる手なん、面白いやろこいつ、面白いやろ。ちょっとでも左手をさ、かっこよく見せようとしてわかる、なんかあの手首になんかギンギンにギンギンになんか鉄のやつギュー巻いて、お前血がお前偏ってしもうてんのかして、面白いなほんまに、そんなことする、いやでもなほんまありがたいなと思う、こういうなんていうかな、まあ軽はずみにこれを紹介する人は少ないのかもしれないけれども、まあこういう風にね、あのやってくれた人たちがいる限りは、まあ紹介できるならしていこうと思うけどね。まあなんて言ったって今回は悪いけど、あの俺がやりたいのはまず星3つにしますやん、もう残り1分でしょ、星3つにして、ほんであのサンドボックスモードっていうのでいくから、サンドボックスモードに別に行かなくてもいいんだけど、とにかくこの食材というもの、食材を全部まず集めるじゃない。でこういうオーダーとかじゃなくて、自分が作りたい料理っていう、自分はこんなものを一回食べてみたらどうかなっていう。で俺実際やったことないから分からへん味が、だからこれ作ってもわからないやん、それはもうみんなでやってよみんなあき評論してくれたらいいと思う。もう早してよ、むっちゃやってん、俺1時間やってんだよあれから、もうあと一つっていうところでずっとやってんねん、もうずっと俺サーモンメーカー焼いてんねんこれ。でももうこれでマジ勘弁して、これでどう、これで上がる、だからそうやろ、星5つやろ、ほんで星5つやんか、ほんでいっぱいもらうやん、もうおかしいやん、なんでやん、なんで上げてくれへんのこんなに飽和状態の、意味わからへんお前、お前胃袋東シナ海分ぐらいは食うてるで多分サーモン、だから美味しいやろ、うちの料理美味しいやんな、うちの料理じゃあげよう、じゃああげようよ、もう早く、いい加減、うん、でももういい、喋ってやんでいいから、もう早く、うん、一定期間パッ刻むわ俺、パッ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 パ何にもすることない、ただただ効率よくやってるだけやもん、ただただ効率よく30を超えたおじさんがゲームしてるだけやねん、どう思う？はいどうぞ、で他またなんかしょやんねやろ、はいはい、あやっとや、むっちゃ減るやん、ほんで俺あんなに貯めへんかったらやっぱあかんねんな、ほんでこれ320っていう数字がちょっと意味わからへんけれども、とにかくあの500近くあった、500以上あったものが一気にこうずっと減るっていうことを考えると、やっぱだいぶちりつもじゃないと、あー来たー、ピャーって落ちてくるんじゃん、ここに落ちてくるよな、3つの星のやつ、あどうして、イエーイ、わーすごい、ほら仏教徒みたい、あー南明法霊華経、南明法霊華経やな、まあみんながそうかどうかは知らんけど、俺もそうかどうか知らんし、俺自身が、でとにかく今入ってるレシピを終わらせますわ、皆さん終わらせまして、でやったことないレシピっていうかな、そういうのもやりたいし、あとあのハンバーガーも結局前やってないじゃないですか、やったらこっからやっとスタートなんですよ、でもスタート行くまでにもう2時間以上かかってるんですよ、だからなんとかパパッとここの部分終わらせてレシピ増やしてってこと、あもうレシピ増やす、もう今の時点でレシピ増やしてもいいな、よしじゃあ増やすか、星3つになって解禁されたレシピっていうのがおそらくここら辺から下なんよな、あこれや、コーン溺れてるやつこれはもうね溺れさせたいの俺、やっぱり溺れさせてあげたい、でハンバーガーと、まあね、バナナこれジャーマンポテトサラダやって、まあサラダのレシピっていうのも知っておきたい、あことやってへんね俺、これ CODもちょっと、うん、ちょっとどけて、分かったから髪の毛に行ったんは、めっちゃ言うてくるやんお前、なんか髪の毛切ったからっつって、なんなんそれ、どうしてほしいの、褒めてほしいの、けなしてほしいの、逆にだいや合ってると思うよ今のお前の髪型、うんお前にはぴったりと思うよ、だからここの部分のさ、これ今2ブロックっていうのかな、こういうの流行ってるっていうか、まあスタンダードになってきてるけど、お前のこういう体顔の形ががっしりしてる人はこういうのもうしっかり似合うと思うよ、もういいて、もうえなんなんこれ、もう顎に何つけてんのこれ、納豆、それ納豆つけてんのお前顎に、何してんの、ちょもう髪の毛意識する前にまず納豆取った方がいいと思うで俺、よしこんなもんかな、あこれも作ってみたいっちゃ作ってみたいな、
あの足もいで焼いたやつこれちょっとこれね、ペット飼ってない、もういいってお前もう、ちょマジ画面邪魔やね、押せへんねんお前がいると。だから追加されたんが、もうほら見て、もう多いやんこんなん、これでハンバーガーがやっぱ作りたいねん俺と、あとコッドコッドはやっぱ根強い人気があるから、コッドを好き層に向けて、やっぱ私は CS カウンターストライク派なんですけど、でもやっぱね COD 好きな人ってのはもうね好きなのよ。だからそういう気持ちを俺は出したいねん。やっぱ料理って別にね味がどうのこうのだけが料理じゃねえの。いやさ、何考えてんのマジで、なんでほんで3つも出してくんねん。3つも出してきて新しいレシピ1つないってお前どんな確率やねん。閉店間際のパチンコ屋か。あ、出た、トウモロコシ溺れてるやつや。ちょ待って、サルモンがさ、よし、見てみよう見てみよう。うわクソ投げ。まずポテトとオニオンとキャロットがいるってことな。オッケーオッケー、まずポテトとオニオンだけ、これね必要なものを、まずキャロットやろ、ほんでオニオン、これやな、でポテ、あ、これもほらあるやあるやん、これを2個、はい、これまず用意します。よし、700これを入れます。オッケー、でちょっと待って、もうな、2個も3個も一気にやれて、ほらもうそうなんでて、誰でもそうなるよ。ポテト、オニオン、キャロットとか言うけど、何ポテト、オニオン、キャロットって、お前その何の説明もなしに、お前ポテト、あ、この切ったってことか、あ、これをポテト、オニオン、あ、なるほど、で、スライス25、20、15って書いてるから、あとフライパンに、で、あ、フライパンで焼くんや、いや、きついな。で、これをやりまし、あれなんか火入った、あ、火入った。で、これをフライパンやん、もううわ、クソ限りなくめんどくさなった、どうしよう、もうちょ、もう一個ポット用意して、もっとポット用意して、もう金に物言わそう、金に物言わすスタイルでいくわ、俺悪いけど。っていうかもうそれしか、小さい頃が俺それしか、そのやり方しか知らへんねん、みんな俺ごめんな、金に物言わして生きてきた人やねん俺なんで笑ってんねやろ。こうよ、人参やりました。でフライパンにバターな、これを焼けって言ってな、オッケー。でこれの場合は多分ひっくり返さなくていいから、野菜炒めみたいな感じかなと思うんですけど、一応またポテトとオニオンの首位争いが激しすぎんねんけど、キャロットちょっと早く追いついてくれへんと、え、ごめん全然間に合わんのちゃうかな、キャロット、あ、ごめん全然間に合わん、焦げてまうんやん、いや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 、キャロ、いやそんなキャロットのさじ加減やんか、そんな、え、これポテト、いやいやいや、ちょっと待って、いや、キャロットそれさ、一応頑張れ、キャロット、キャロット頼む、マジ頑張って、お前の頑張り、お前が早く追いつかへんかったら、そこは嬉しいから、ポテトとオニオンがえらいことなってんねんて、もうちょっと頑張れキャロット、頑張れキャロット、あー、キャロット無事ゴールインした、キャロット無事ゴールイン、キャロット無事ゴールイン、おめでとうキャロット、二度と走らんといてほしい。もうここにこう入れんね、うわすごいな、めっちゃ料理してるやん俺、焼くし煮るしやで俺。んでこれをボイルすんねんってめっちゃ時間かかるやん。その間にカットコブオブコーンを30だから6等分すんねん。よし、コブオブコーン6等分しました。いや無理やってそれは、でも黙らしとけ。ほんでこれをもうこれでいいの、アドトゥポットにサワークリームを、はぁ何言うてんねん、ちょっと待って、チカチカするの早すぎるって。でこれこう入れるやろ、これさらにこれ入れてほんでなんてサワークリームも100入れてまた100秒いくの、サワークリーム、ちょっと待って、サワークリームまず100入れよう、オッケー、ちょうど100のやつあったわ、これ100のやつドバ叩き込んで、でこれこうします、はい、捨てます、でこれをまた 100秒たけって言ってんの、もうこれ溶けてなくなると思うで、こんな炊いたら、よっしゃ、もういいんじゃん、もういいやろ。でこれをまず3つ、もうなんでキャンセルやねん、こっちの都合も考えろよ、こんなん無理やって。でこれをポテトを3つこうやってやって、まあちょっとよりすぐるこっちの中でも、ほんでこれを270入れんねんって、はい、出来上がり。これみじんも食べたいと思った、みんな今これ食べたいとは思わへんって、これを、よし、おはようございます、
もう全部つけとけよ、もう。よし、これでスープの準備はできてるし、うん、これもいいね。あ、ちょっと待って、コッド来たんじゃん、これコッドや、コッド来たね、みんなコッドファン。うわ、ほらこれ見てみんな、ほらこれこの先にこれ AK ついていくやつや、これ AK つくやつ、これね、やつ、これソルトブラックペッパーやろ。いいやない、めっちゃ普通よ。スウィートベルペッパーパウダーもお前5もいっちゃうんけ。うわお前これ何キル、何キルなんですよ、何キルなんですです。フライフォーイーチサイドって書いてるから、まあフライって言われてる場合って大体実はこっちなんです。これでいいって。でレモンジュース、あ、レモンジュースとオリーブオイル、さらになんかバターをかけて、さらにベイクってどういうことやろ。え、これフライ35イーチサイドって書いてるん、え、どう、やぁ、ちょっと待って、中途半端に火通せってこと、中途半端に一回火、じゃあ半分ぐらいに、何でもこんなもんでいいんじゃない、こんなもんでコッドを一回上げて、おっしゃ、一回デスマッチ終わって、で、このちょっと血まみれになったコッドにレモンジュレモン、ちょっと何倍だっけ、レモンジュースを、ほら見てこれとか、あ、これ新スキンじゃん、新スキンやわ。これをこう置いて、で、これを今度また焼けとおっしゃっていると。よっしゃ、これ見て、これがどれがレモンか分からへん、この新スキン、これちょっと いただいて、これ多分コット好きな人やから、これありがとうございました、ジジイ。もうめっちゃ点数高い、めっちゃ点数高い、さすが、やっぱやってたからね、僕は。何も足りないんだけどね、何も足りないんだけど、まあそれはもう FPS してる人間、うーわ、でバーガーでバーガーや、ほらバーガーでバーガー、もう蹴った。よし、行くぞ。なんだこれは、ものすごく切らなあかんやん。トマト、オニオン、チェダー、チーズか、あ、これやな、チェダー、このあのパチンコのスロット回るところを切らなあかんねんな。で、まず20、20やから、20ってことはこれ 6等分ってことになるな。で、チェダーが25で、こいつは何グラム ?150 っていうことは6等分か、6等分多いな。こんなんお前6等分できんのか。え、どう6等分すんの、こうじゃあ、ど、こう、だってこう言ったらさ、いやもうあかん、時間ないわ。よし、これでまあ、で、まあ、まだ切ってるとこで、バーガー、バンズを 80g を30、いや、ベイクしますって書いてんな。で、その間に、30秒の間にバーガーミートを、あ、そうか、これあれやな、二の腕の輪切りやんな。 OK、 二の腕の輪切りに味をつけて、え、だからまずこれ、いや、焼きゃいいやん、こういうとこで焼いてやん、大体。 OK、 バーガーバンズ黒焦げで、これをまあ置いといて、あとはもうあれやろ、組み立てるだけやろ。よし、まあ、これはもう大々的にこの大きな、できるだけ大きな、これさ、どう、こういうこと、こういう風にほらしていかなあかんってことじゃない、これ。 OK、 順番はバーガーバン、オニオン、ミート、チーズ、トマトやから、オニオン、まずオニオンを、これも20のやつがいいね、20、あー、これちょうどいい、20のやつをこんだけ俺これ並べんのめっちゃ得意やから。ほんでこれ次肉やろ、もうそろそろ焼け頃やと思うんだけど、まだか。で、肉のところにケチャップを10塗らなあかんって言ってるから、よし、ケットチャップ、あら、かわいい、ケットチャップ、ほら、もうケットチャップを10塗っ、もう塗っといていいんちゃうの、これを乗せる。ほんだら、チーズ、トマト、上や、完璧や。ベニヤみたいになってるけど、これに、トマト、うん、で、これや、もうこれで挟み込んでしまえば、正直中なんか誰もわからないんで、ほら、出来上がり、見て。まあ、ごめん、絶対許せへんから、悪いけど、一生懸命人が作ったものをそういう風に無限にするのだけは絶対俺許さへんから。いや、俺な、これがおかしいと思うね、もともと思うわ。これである、こいつがこれである以上、このボールでいっていい、これやったらだいぶ安定感は増すと思うね、ほら。ぴったりよ。オニオンって言うなや、肉、おーっとこれいい、これ、ごめん、これハンバーガーってことでこれいい、ちょっとわからないけど、なんでキャンセルすんねここで、お前
ちょ、お前食え、お前ふざけんな、お前せっかく作ったのにこんなに時間かけて。いや、でもやっぱりこのハンバーガーという料理には夢が詰まってるよね。いや、どうやら皆さんもうある程度私は新しいレシピをね、見たい、私が新しいレシピを見たことになるので、3時間ぐらいやってますけれども、早速サンドボックスモードに参りたいと思います。さあ、ということで、早速メインメニュー画面来ましたけれども、まあ私がやったところではなくてサンドボックスモード、これにね行きたいなと思います。クッキングスクールっていうのもあるんですけどね、クッキングスクールはもうほんとチュートリアルみたいなものなので、一回やったんですけどね、あんまりあの英語で意味もわからなかったですし。でや、これがサンドボックスモードと言われるものなのかな。私もね、あのやったことはないので、うわーすげーな、これはすごい、これ蜂蜜ちゃうか、蜂蜜やな、こんなにいっぱいあるんですね。うーわ、このスパイスの量をご覧ください。これは腕が鳴るな。で、食材、いやー綺麗な、これまるでイタリアの街並みみたいな。あ、バナナもあるやん、これ何、木、あー大皿ディッシュや、大皿ディッシュあるとかな。え、これ何、このオクラクソでかいぞ、このオクラ。あ、ズッチニや、ズッチニ、これ、あ、これもいいね。このクソでかいオクラ、なかなか歯応えがあるんじゃないかとも思うし。うわ、これカブトムシやん、これ。あ、カブトムシや、親子対決できるやん、じゃあカブトムシで。とかもあるね。で、ここら辺はもうね、パプリカっぽい感じでしょ。あ、ペッパーって書いて、パプリカって意味なんかな、これ。パプリカってことやと思うね。まあ、ピーマンみたいな意味合いですよね。うわ、ここにもまたクソちっちゃいやつある。クソちっちゃいスイカや。かわいいね。このクソちっちゃいスイカの横にはオレンジもあって。うわ、すごい、汚れてる何かもあるやん。ピアーやって、汚れてるピアーもあるわ、いっぱいよ。唐辛子、これあ、チリペッパーや、これがほんで本当の唐辛子か、赤唐辛子、唐辛子って感じかな。へえ、すごいね。肉も見てみる、肉もいっぱいあるんじゃない。あ、すごい、ここ初めて、これ、あ、ミルクか、あ、なにこれ、指の肉じゃん指の肉ある、ここに、ほら、かわいい、ちゃんと5本分あるやん。これはわからん、読んでもわからん、スカロップやって、なんかわからへんけど、あれやね、建築現場で使われそうな感じするね。あ、これチェリー、これ、あ、ラディッシュやって、これなんかよくゲームで出てくるよね、ラディッシュって。あ、ここにもなんかクソちっちゃい、あ、これクソちっちゃいスイカか。で、こっちは、あ、イチゴやね。あ、これ卵じゃない、あ、卵やん、こんなん俺、ちょっと待って、卵さ、これあの、いや、申し訳ないけれども、どうやって割るかっていうのをこっち知らないと何もできないでしょ。割れへんな、置くっていうことになってしまうんか。あ、割れた、え、なくなってしまうよ。よし、じゃあ料理作っていきますか。まあ、あの、私の家で、あの、まあ、来られることもしかしたら皆さんにも今後あるかもしれないじゃないですか。私の家の実家に、私の家の実家に来た時の、まあ、うちのおとんが作るあの目玉焼きっていうのを、ね、ちょっとあの皆さんに今回ちょっとお披露目しようかなと思います。よし、整いましたね。これ最後に持ってきたのは一応ソイソース、醤油ってことですね。まあ、ソースで食う人もいるでしょうし、そのまま食う人もいるでしょうし、基本的にこれはかけないですけれども、まずは火をつけますね。で、気をつけてほしいのは、ここね、ちょっとできるだけね、中火か弱火ぐらいにしといてほしいね。あー、腕が鳴るな。久々にやっぱ食べたくなるもんね。で、これをね、ほんと油をね、1ミリリットルですね。ほんと少量でいいです。ほんと少量をこういうふうにこう、こういう風にこうしていただいて、よし、あーら、馴染みましたね。下の方でも馴染んでます。で、これをですね、今度は卵を割っていくと。ん？ちょっと思ってもないことが起こってるんですけども、火が通っているのであれば、まあまあ、あの、まあこれを割りたいんですけど、持てないんですよ、今。どうやって割ればいいんでしょうね。あ、これ切れないんだ。あー、割れないですね。割れないですね。ちょっとごめんなさいね、工事現場みたいになりましたけども、これでも割れないですね、この卵に、この卵の場合はね。できた、ワイワイ家特製目玉焼き。
まあ、この目玉焼きをね知らない人は本当に人生の大半を損してるな、僕なんかはやっぱ思いますよ。うん、やっぱ私は小さい頃からこれ食べて育ってきましたからね。毎朝こうこれを食べてね、で元気に行ってきますって言うて学校行かんとゲームセンター行ったの今でも思い出しますね。違うね、これ割ってほしいね俺は。これをこれどうやって、これクラックって書いてるわ。いいクラックって、ほう、おいおい UFO が浮いてるぞ。ポコ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 、我々は宇宙人だ。ポコ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 ズッキーニだ。ポコ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 。よし、じゃあワイのミックス第2の矢打つ。第2の矢、まあ、前にねバベルを作った時にここに置いてやってみてはどうかという意見も結構あったんですけど、ここってね置けないんですよ。これね置けないというか、これを置いちゃうともうなんか提出するみたいな感じになっちゃうんですね。で仮にここにこう素で置いとくとするじゃない。ほんで並べていったとしてもこれ結局取らないとダメっていうね、こういうややこしさがここに発生してしまうんで、まあまあ持っていく必要がないから今回は ここでね、やっぱ自分のだけの料理作りたいなと思いますよ。あ、これサンゴもあるやん、このとこに。これサンゴ、いいサンゴやなこれ。ああ、あ、これいいサンゴやわ。サンゴもあるし、じゃあ流木も並べとくかな。これはいいんじゃない。やっぱ海、ちょっとテーマ海にしようかな。海のウルトラフェスタってことでしょうか。いやこれは腕が鳴るね。今これはね用意してます。フィールドを用意してます。何でもあるでしょうフィールド。まあ、今回に関しては海のウルトラフェスタってことですから海水になりますけどね。海水をちょっと用意します。塩分が 1.4% っていうのはちょっと少ないですね。ちょっともうめんどくさいですね。もうこう行きましょうね。これで海水ってことにして、でまあサンゴ礁、まあサンゴ礁の味もやっぱ出てるんですかね。これに関してはちょっとやっぱり味が出やすくなるようにってことで、今回に関してはね、本当は海でのサンゴ礁はこのようになってませんけれども、でこれは何でしたっけ、あ、流木でしたっけ。これ流木もちょっとね、流木民っていうことで、いやーこれはちょっともう今から楽しみやもん。みんながやっぱそのね左手のやつみたいな感じで真似してくれるのが俺今から楽しみやな。よし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 、いい感じね。よし、ほら海藻っぽいでしょ。この海藻っぽいやつをいっぱい足しといて、これで十分海の味になるんじゃないかな。海の共演は今もうすでに止まらへんね。でこいつやな、まあ、もちろんこいつはもうまあ主役というかなんというかですけどね、魚がねあんまりここないんで、でまあもう一つの主役というか、魚としてはもうコットですよね。コットはおそらく大きめの魚なのかなっていうふうに思いますから、まあこれチームにも欠かせない存在ですし、そんなところかな。よし、もうここまで食材が揃うってことはまあ珍しいですからね。やっぱり私も長年料理人やってますけど、よし、では、食材を調理していきましょうか。まず下調べとしてはここですね。で、こういう風に下調べしといて、よし、十分な下調べが整いましたんで、これのここを使います。ここからね、もうここはごめんなさい、使わないです。使えないです。使わないっていうか使えないです。よし、できましたですね。よし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 、だいぶ火通ってきたんで、OK、これでまあベースの部分完成ですね。海水に非常に近くなったのかなって思いますね。よし、コットも十分泳ぎ切ったというところで一汗かいた格好なんで、これをですねあらかじめ用意しておいたこのね、空き瓶に、流し込んでいきます。よし、これいいですね。多分これでもう今いっぱいになってるのかなと思いますんで、これで大丈夫ですね。でよし、あとは盛り付けですね。十分、綺麗に収まりが効いてるんじゃないか。ああ、いいですね。これちなみに、このハニカム構造のところが鱗ということを表してますんで、そこまで用意周到にやらせていただきました。できた。インド洋で泳ごうよ、名前なんですけど、
まあ本当に手塩にかけてね作り出したこの作品に関してはもう軒並み、太鼓判を押されるかなと思うんですけれども、まあもう先ほども申した通りやっぱりこの鱗の部分にあてがめた、まあ、一つのスープでございますこれはね、だからいただく際にはこの瓶の部分、もちろんこの瓶の、いやそれはダメですよ、この瓶の部分はもう食べないでいただきたいんですけど、まあこれを一つの魚のように模しているんだよ。たまにあるじゃないですか、こうトマトくり抜いたりとかスイカくり抜いたりしてそれを入れ物にするようなね、パイナップル入れ物にするような、まあそんな格好なんですけれども、もう僕に言うと人は違うよとね、海全てを再現した地球が生んだ最高傑作と言えるでしょうね。突発型緊急企画、爆発バンバン、爆発バン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 バーン、イエイ、来た、この爆発バン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 ゲームでは、この爆発がですね、まるでドミノ倒しかのようにこう向こうの方に向こうの方に爆発を導き、そして最終的に私はExitから脱出することができるのかどうかというね、非常に飽くなき挑戦心を呈したような、そんなチャレンジになってございます。さあ場は整ったでしょうか、こちらからですね、ここのスタートラインからこのガスボンベを、おそらくのガスボンベをこれを爆発させていくと、だバン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 と連動していって、バン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 、爆破まで3、2、1、ファイヤー、来た、さあどうなるか、違う、そんな機能やったそれ、違う、すっごいよくわかんない、めちゃめちゃ怖い、ほんで、あれどうしたらいいの、一回消す、あれ消す、バーベキューできる、もしかしてこれバーベキューできるんじゃね、ちょっと待って、すごい怖いねんけど、ああびっくりした、ああびっくりした、はい、ということでこのクッキングシミュレーターシリーズいかがだったでしょうかですね。まあ、本日でね4時間20分ぐらいですかこれプレイしているんですけれども、まあ本当にね、いろんなことを思うこのシリーズでしたですね。第8回ぐらい続いてきたシリーズでしたけれども、まあ最初こそね、新しいことばかりで、ああすごいなってなったんですけど、やっぱりね、レシピこれ通りっていうわけでもないけど、まあ作って持っていった星2つだとかね、やれこうなんか普通に料理しててもうまいこといかない挙動が起こるだとか、まあそういったね、こうイライラがね、もう本当に前回ぐらいは起こらないでおこうと思ったんですよ、本当に。だからもう前回だけは今までずっとイライラみたいな感じでやったからっていう一言みたいなをボケしてたから、だから前回ぐらいはと思ってたんですけど、やっぱ抑えれば抑えるほど、前回は本気なんですよあれ。なんかたまにね、ああいうの演技なんじゃないかみたいな、それボケとしてやってるんじゃないかって、ボケとしてやってないから、ボケとして怒るなんてことはボケにならないから、俺からしたら。でほんまに腹が立つね、ほんまにイライラすんね、もう潰したのかっていうぐらい、だからもう潰したんやけども、それぐらいのイライラがある。そのイライラっていうのはあえてね残してるんじゃないかってやっぱ最後だったら思えるわけですよ。このゲームの素晴らしいところっていうのは、こういう料理という、今までゲームの中で料理というね、そのジャンルにだけは突っ込んじゃいけないというか、やっぱり食べ物を粗末にするとかね、コンプライアンス的に問題になるとこあるじゃないですか。そういったところにこうメスを入れながらね、ゲームというメスを入れながら、それをねまたバカゲーとか、シュールなゲームというふうに属すという、ようにするためにも、ちょっとこうねアクセントが効いてるんですよね。やっぱ操作のところ、今自由なところもあれば歯がゆいところもあったり、真剣に料理をプレイしててもなかなかうまいこといかなければ、ふざけようとしてふざけることもできるという、そういうふうなところにも考えられてたのかななんて思うと、ああ素晴らしいゲームだなと私自身は思わせていただきましたですね。まあまああまり語ってもね、もうほんとキリないぐらい出てきますから、もう私の好きだったレシピとかね言い出したら本当にもうキリないぐらい出てきますし、まあこの辺りにしておこうかなというふうに思いますけれども、最後にちょっとだけね、お詫びと言いますか、なんと言いますか、このシリーズに関しては一応ゲームの中ではございますけれどもですね、食材というものに対して、ふざけるという、まあことを私はしたわけですから、だからまあ見てて嫌悪感を抱いた方もいらっしゃるかもしれないですね。まあそれがいくらね、まあ、ゲーム実況って普通にゲームしてても、まあ、思んないんですよ正直。その淡々とするならば家でやりゃいいんだかっていう、
それをこう動画にするってことになるとね、何かし考えなきゃならないなという思いはやっぱそこにどこか出てきてたのは出てきてたんですけど、それがもしかしたら誰かの嫌悪感にね、嫌悪感というかなんか嫌やなっていう、気持ちにさせたかもしれないということに関しては、ここでね最後にですけれども、終わりさせていただきたいなというふうに思います。まあ、とはいえこれから先にこういうゲームが出てきてふざけないかと言われればふざけるのが私の役目みたいなところがあるので、また嫌な思いさせてしまうかもしれませんけれども、一瞬でも笑えるようなね、動画作りたいと思いますんで、もしよければまた違ったシリーズ違った動画もね見ていただければなというふうに思いますと言いますことで、本シリーズも最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。よろしければまた違った動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、本日も一日お疲れ様でした。